はい、皆さんこんにちは。風の子ラーメンさんに今日は来てます。はい、スープがね、はい、これ豚骨塩ラーメンですね。スープがね、濃厚ですね。はい、スープものすごく美味しいです。で、麺はね、まあちょっとツルツルの中太のツルツルの麺で、まあそうですね、もう少しコシがあってもいいのかなっていう気はします。はい、まあそうですね、コシのも、そうですね。で、具材はもやし、チャーシューですね。麺が入っている感じですね。はい、スープがね、豚骨、なってたらいいんだろう。このドロドロ具合を見ると豚骨と、なんだろう、ちょっと家系に近い、家系のような、近いような感じも少し感じられるんですよね。そうすると豚骨と鶏なのかな。スープすごく美味しいです。で、もしかしたらじゃない、替え玉もできるんですけど、もしかしたら、博多ラーメン的な麺が出てくるのかなと思ったんですけど、その辺という方でちょっと頼んでるんですけども、まあこれね、もしかしたらその細麺でも合うんじゃないかなって、加水が少ないやつですね、もう合いそうな感じの麺で、スープ最後まで飲むとね、よく博多系のラーメンで美味しいのでよくあるんですけど、最後の方がズイみたいなね、ズイの粉みたいなのが残る感じだったので、かなりちゃんとしたね、豚骨から取った出汁が出てると思います。スープすごい美味しいです。はい、以上です。